こんにちはアポロ菅原ですなんかお久しぶりっていう感じなんですけどね先日あの熊本の天草の方にちょっとあの妻と一緒に、まあ、ドライブあたりに今度できるあのまあプロレスの関わるようなものにちょっとあの代表の方と連絡が取れまして、えー、見に来ました。 まだ全部は揃ってないんですけどもそれでも特別に快く受け入れていただきました自分は本当にまだまだ知らないものがあるなぁと感じました中にこう飾ってあるものとかね見てねまあ一言で言ったらすごいなっていうことはですねあの 最近のものよりもやっぱりまあ昔のものが多かったですからねそれでやっぱりそのプロレスっていうね枠があるためにその永田さんっていう方なんですけども初対面だったんですよそれでも1時間から1時間半あっという間でしたね まあ、話題が尽きないっていうのはそういうことなんでしょうねなんかもうずっと、あのー、知り合いみたいな感じで本当に楽しかったですねそれで帰りがけにですね永田さんから実はこれをいただいたんですよ国際プロレスの多分これは昭和40年 78年かそのくらいのものじゃないでしょうかビル・ロビンソンですねそれから草津さん木村さんマイティノエさんそしてアニマル浜口さん見たことないですよこういうポスタービル・ロビンソンのこんな若い姿見たことないですそしてここにあのまあ人間風車ね ロビンソンソのの代名詞の技がぴっったり残ってます、まあ、永田さんから今度やる店に飾ってほしいともう本当に自分の方から「よろしいんですか?」と頂い,いてたらもう快く進呈していただきましたありがとうございますというわけではないんですけどもこの前ね テレビであの昔のやつなんですけどもそれこそ猪木さん坂口さんそしてカール・ゴッチルーテーズの試合を拝見いたしましたあの何とも言えないんですよねもうもう4方それぞれまあ神様みたいなものですからね ただやっぱりあ自分なんかが言っちゃ失礼なんですけどやっぱり基本的なものがきっちりしてるなーっていうのはもう隅々であの見ることができるんですよね。えー、なかなかあのルーティーズのねバックドロップなかなか見ることできなかったんですけども、えー、見ることができました。 やっぱりああいうのをね有意義な一瞬っていうんでしょうねもう皆様も確かに現代のプロレスも素晴らしいかもしれませんけどもそういう時代のプロレスも味わってみたらいかがと思いますそれで自分は国際プロレスの時にあそうだと思ってね後で もしかしたらお会いしたらお叱りでも受けるんじゃないかと思って寺西勇さんの話してなかったですもんね寺西さんにはね自分は国際ポロショに入ってからね最初に感じたんですよ実はそれは稚内でね外であの5月だったんですけど寒かったですよあの寺西さんとシングルマッチ組まれましてね したんですよね。違うっていうのはこういうことですね。えー、もう肌で感じました。あのー、まあそれが凄さっていうのかうまさっていうのかわかりませんけども、とにかく違うって感じましたね。こういうなかなかこれは言い方はね難しいんですよね。 相手が仕掛けた技を技に対してですね相手に負担がかからないような体勢で相手の技を受けるっていうかなうんそんな感じなんですよねだからその時から自分はあこういうようなあのもちろん個性は違いますけどねテレンさんのようなレッスンになれればいいなっていう 感じはしましまたねその時にねあの一戦は自分にとってはやっぱりねショックな一戦でしたあ,あ違うんだなって本当に感じましたねはいですからいやー寺西さんとか井上さんとかやられたらねやっぱりそれはレスラーとしてやっぱり幸せもんだと思いますよ さんんんとといえばねこんなこなあったんですよ浜口さんが外国人レストランとやってるんですね。そうして浜さんが挑発したりして「y うチキン y うチキン!」と言うんですよ。そして場外にバーンと投げてね「y うチキン!」とかっていうもんだから俺はセコンドについててね いや相手はねボディービルやってた人ですから体おっきいんですよでいつも鶏肉食べてるからねうんでも浜口さんそんなに上からチキンチキンって言わなくてもいいんじゃないかなって正直思ってたんですよねで寺西さんに聞いたんですよ試合が終わってから「寺西さんなんで浜口さんあえて「言うチキン言うチキン」チキンって言ってるんですかね」って言ったら <laughs> 寺西さんも笑してね そっかだなーってチキンっていうのはまあ鶏肉っていう意味もあるだろうけどチキンハート気が弱いとかね弱虫っていう意味なんだよって言ったら「ああそうなんですかと」とそれでって言ってまあこんなもんですよでもね皆さんねそういう男でもねヨーロッパ圏とかねアメリカ行ってねなんとかなるんですから 語学っていうのも意外とね度胸一つってことですね、えー、そのチキン事件は私は忘れないですねもしかしたら寺内さんも覚えてるかもしれないですよそれであのー、自分があのヨーロッパから帰ってきてねちょうど寺内さんはあのジャパンプロレスでこう全日本のを来てましたのでね、えー、もうもう長州さんを含めね日の出の勢いですよねああと思ってね ちょうど控室のあたりであったんですよ、自分もドイツの方から帰ってきた時でですから、ナスさんが笑って、そら、お手柔かに頼むぞって、まあ、どういう意味か分かりませんけれども、いやテ寺内さん、よろしくお願いいたしますって言って、あしたのを覚えてますよ。浜口さん、テナスさん、勢いありましたからね。でも、あまりまあ、試合はジャパンの時はしてないとは思いますけどね。 えー、そういう思い出があります。それと少しマニアックになるかもしれませんけど、ウルトラマンロビンを取り上げたいと思います。彼はあの名古屋の方でね、あのやられててね活躍されてますけども、それでなぜか自分とこにまあ連絡が来てね、あの試合をするハメになったんですよね。 多分何試合かやってると思うんですけどもで最初の頃にやっぱり、まあ、向こうから見ればね自分も一応、まあ、先輩に当たりますからねですから、まあ、試合はしたんですけどもその後に自分がねあの、まあ、ロビーに対してねもう本当にリングに上がったらねそういうことを考えるんじゃないっていう感じでね、まあ、ちょっと知ったしたことを覚えてます。 その後はね、やっぱり、試合っていうのはやっぱりね、あの相手とのちょっと慣れもありますからね、それでかなり、こういい試合したと思ってます。まあ,あの、そういう映像を見るとね、まあ、俺もまだまだできたなっていう感じはいたします。ええ。それであ、まあね、あの今はね、自分のね、まあ、お店のことでね、結構、手一杯なことはあるんですよ。 やっぱり、ね、飲みに行ってねわワイワイいわい遮ってる店とねあこれから自分がやらなきゃいけないんだなっていうことを感じることとはねやっぱりかなり違いますね、えー、もしかしたらあのお客さんとしてプロレスを見るのとあのプロレスっていうものを、ね、後ろから見てるのとの違いなのかもしれませんねまああの周りからねいろんなこう激励とか受けてますのでねなんとか 今はまあちょっとね、このコロナの面でね、熊本も21日までですか、まん延防止みたいになってますけども、その後になんとかね、オープンしてあの頑張りたいと思います。皆さんね、アポロチャンネル、ともどもアポロキッチン、よろしくお願いいたします。